カズレーザーと松陰寺のチルルーム。なんか今ハマれんのかな、ゲーセンのゲームって思うんですよね。なんだ、でも本当の最新のは相当面白いんですよね。そうらしいよ。なんか体使うやつとかあるじゃん。それはなんかゲーセンっぽいなって思うんですよ、うん、あれはゾンビのやつとかめっちゃやってました。やったよな。あ、そうだよ、めっちゃやってました、うん、こう画面から外してリロードする。そうそう、そうバーチャコップとかね、めっちゃやってました。あー懐かしい。めっちゃやってましたよ。バーチャコップ、バーチャコップ懐かしいな。バカやってたな。結構ステージ後半むずいんだよな。めっちゃむずいです。バーチャコップ懐かしい。めっちゃやってました。好きそうだな。しかもカード、めっちゃで、あのボス戦で連打した時もこうやるんです。片方でこっちでこう固定してこうやって間に合わないんだよな。ずっと連打、ショットガンとか当たり判定がでかいのしてこう連打すると敵がもう動けなくなる。こうやってはめ殺すっていうのやってましたね。めちゃくちゃ懐かしいですね。だからトロッコに乗るやつとかもあったよな。あったー、ありましたね。トロッコに乗って撃つやつ。はい、ありました、ありました。なんか2人乗りぐらいでやんだよな。なんか東京フレンドパークでもあった、なんかチャリこぐやつ、鼻こぐやつありましたね。そば運ぶやつ、そば運ぶやつは、あれ多分ゲーセンなかったと思うんです。なんかチャリこいてなんか飛んでくやつなかったんですけど。ああそうか、それもあったか。ダンスダンスレボリューションとかもちゃんと新しいの出てるんですね。あ、出てるの。ビートマニアとかも出てるんですよ、新しいの。もうビートマニアなんかもう絶対できないと思いました。なんかビートマニアね、ギターのやつとかもさ、ギターフリックスね、ギターフリックスとか今もう異常な、もうわけわかんないぐらい動いてる。今それこそその DJ 仕様のやつとかあるじゃん。はい、そうだよね、しっかりしたやつ。DJ より動いてました。いや本当そう、DJ より動いてた。すげえな。プロに近づけるためのやつなのにな。プロ超えてるの？超えてるのよ。どう今？でもパンチングマシーンやるでしょ、とりあえず。やる。まああれやるよな。あと握力かかるやつ。あ、背筋とか無駄に。スポーツテストやただ。あのただのスポーツテストのやつありますよね。あれ何なんですかね。分かる。でもあれ、酔っ払ってスポッチャとか、スポッチャに置いてなかったかな。でもあってるわけなんだよな。なんか酔っ払ってオールするときに行く、うん、なんか。ゲーセンみたいなあるじゃないですか。おお、あるある、最後の方な、はあ、でもうやることなくなって、うん、ああいうのばっかりじゃないですか。いや、全然やってないです。ああいうなんかもうどうでもいい筐体、ちょっと片落ちの筐体がいっぱいあるじゃないですか。フラフラでもできるやつな。そう、うん、3人ぐらいで一気にあのみんなでガーッと引っ張って排気のクヤクヤするやつ。そう誰だよ、何のためにやってんだよっていうね。最高でもみんな同じことやってるから、あのハイスコア全部クヤクヤする。全員かさましてるなっていう。全員酔っ払ってこれやってんだって、ね、全員かさましてるから。あれやってましたけどね。あれ家にあったら超楽しいでしょ。いや家やっても楽しくないで。いや絶対やるでしょ。ゲーセン酒飲んでゲーセン行くから楽しいんだよあれは。いや家でみんなで酒飲んだ後あれやったら楽しい。あ、お酒飲んだ。多分パンチングマシンは絶対人気なんですよ。俺一回パンチングマシンの筐体買いたいなと思ったんですよ。あれか、買えるか。でも調べたら中古とかで売ってないんですよ。あ、売ってないんだ。レンタルしかないんですよ。へえ、そうなんだ。レンタルで借りるやつがいるぐらいやっぱあれ借りやるんだ。だからちょっとした催しやるときにとかあったら、ああいうふうに。なるほどね。はあ、やっぱ人気、やっちゃうもんね。いや、そうなんですよ。しかもそのゲーセンに行き出した男なんて、俺のパンチ力見てみの生きりやんか。いや、そうっすよ。やりたくて知らないよ。絶対でしょ、あんなの。絶対楽しいでしょ。グローブはめただけでなんか喧嘩強気してくるんだよね。で、あとたまになんか素手でやってて、めっちゃバーンってやってるやつって、すげえな、あの人。やべえやつ、みんな。めっちゃ怖い人いんじゃん、まあまあ、しかもちょっといなかったらたまるしな、ゲーセンって若者がね。ヤンキーいっちゃいるし。そう、たまるだろ。昔のゲーセン怖かったんですよね。怖かった。行くなってやっぱ言われてましたもんね。すげえカツアゲされるし。そう、ゲームもしねえのになんかずっと椅子にさ、うんち座りしてさ、超怖い。間も悪いいかちいやつら。あと昔のゲーセンなんか本当になんか無料でやる裏技やってるヤンキーがめっちゃいて。あ、そう。なんか どういう方法かわかんないですけど、あのテニスのあれ違う、針金みたいな、ピアノ線みたいなのでガチャガチャってやって勝手にクレジットやるって。いや、もうめちゃめちゃ犯罪なんですけど。弱者やな。今は多分酒できないと思うんですけど、昔それやってるやついて。あ、そう。怖っって。いや、そこまでしてゲームやってめっちゃストツ弱いんだよ。ガチャガチャってやって、うわ怖っってやった後普通にめっちゃ負けて。でもね、俺何あいつ。でもストツってでもそれ面白くてさ、やっぱ対戦できるじゃん、向かいのやつと、はい、で俺よく本当に渋谷でアルバイトしてる時、20代前半、はい、めちゃくちゃ悪いやついっぱいいたのよ。はあの渋谷の道玄坂のゲーセンにね。でそこでもう本当に芸人やり始めたぐらいの、はい、本当にちょパッと見オタクよ、はい、がもうスト2でさ、めちゃくちゃ強くなって、はいはい、バイトまでの時間ずっとやってた、はい、ヤンキーとかがたまって4人ぐらいで、はい、俺リュウ全然昇竜拳出ないんだけど、はい、でキャッキャ遊んでる、はい、遠い目に回ってさ、はい、ベガで無双するってやつ。嫌だ、嫌だわ。でもガーンとか蹴ってくんだよね。いや、そりゃそうですよ、うん、
ガチ席じゃないんだからみたいな。そういう感じ。ノリでやってるのに、その秋葉原とか、その中野とかの、うん、あとは高野馬場とかの有名なガチ勢が来る場所じゃないところで、そうガチ勢、うわ嫌だわ、嫌いっすわ。やっぱたまにちょっと絡まれそうになった時もあったもんね。昔ほんとスト2からの喧嘩めっちゃしてましたもんね。みんなあったよね。なんかめっちゃしてましたよ。ハメをやこのハメやったらマナー違反だみたいな。超怖い普通にぶん殴られてんじゃん。でも俺それなんかやっぱ荒れてたからさ、俺もこんな生活嫌だって思ったらサボってるだけなんだけど、ね、今どう今でも今だって潰れちゃってんすよね、うん、ゲーセン100円じゃないですか基本。ないでもどんどん物価が上がるから100円だと6円ぐらいしか利益ないって言いますよね。あ、そうなんだ。らしいっすよ。超安いじゃん。あれ UFO キャッチャーとかも高いよな今1回。高いです。で醤油もだってねもう原価かかってるから。そうやね。 UFO キャッチャーだけのゲーセンありますよね。 あるね。なんかたまに番組とかのね、ロケとか行って、UFO キャッチャーがこのゲーセンには80台とか。全部だよな。全部 UFO キャッチャーじゃないですか。で休日とかみんな来て、あれもでも中のやつね普通にマンダラクとかで売ってるじゃないですか。いや売ってだからあれが楽しい。楽しいんですよね。今なんか聞いたらさ、あれもオンラインであるらしい。ありますあります。嘘やんと思って。オンラインでこう動かすやつありますよ。これで実際後でもそれもらえるんでしょ。そうですよ。あれあとラウンド1が確かそんな UFO キャッチャーの会社立ち上げた、サービス立ち上げたはずさ。へえ。超あれはでもガチャガチャが好き。ガチャガチャ好きです。ガチャガチャはめっちゃ好き。ガチャガチャだけのフロア行ったらさ最高っすね。めちゃくちゃテンション上がらん。めっちゃ楽しいですあれ。なんかもうそのフィギュアとかさ、そんないっぱいあんねん。アホみたいなやつがいっぱいあります。すぐやってもあれ、あと爪の長いギャルが折ったぐちゃぐちゃの折り鶴っていうのあるんですよ。ガチャガチャに気持ち悪い。そうなんだよ。へったくそな折り鶴めっちゃ面白いな。だからそればっかり、ね、作ってる会社があるんですよ多分。渋谷かどっかに変なの、はい、変なシリーズをやってギャルが書いた手紙とかギャルが書いた、レシピみたいな。あ、ギャル縛りなんだ。はい、あとなんかそういう面白系のやつばっか作ってる会社あって、いいな。いや面白いね、ガチャガチャ。あれガチャガチャやっぱアイディアで、あここ出すんだみたいな面白いですよね。なんかロケで買ったらなんか、はい、ゲテモノガチャとかあったな。え、気持ち悪い。コオロギとか入ってるやつ。え、ガチの。そう、ガチで食べれるコオロギ。ああなるほど。あ、嫌だ。あれは何がおもろいなと思ったけど、割高だし結局。そう、結構高い。いい値段すんだよな。あれってもう得しちゃいけないですもんね。あ、そうなの。そうです。なんか多分景品表示法とかあるから。あ、そうなの。500円とかのガチャで単純に1000円とかのものが出てきたらダメなんですよ。確かそうなんだ。そう、確かもう原価が決まってるんですよ。いやだから1日ゲームセンターで遊んでいいよって言ったら多分今のゲームセンターの楽しみ方はもしかしたら気づくかもね。あー、かもしれないですね。何がいいか最近で言ってないか分かんないけどね。そう、あと一人で行くのもんじゃないですね、もうこの年齢だと。いや一人で行った方がいいんじゃないですか。いやなんかもうテンション上げられないでしょ。複数人じゃないとここで俺声出したくねえな。じゃあカズが無でメダルゲームやっててほしいのよ。多分そうなるんですよ多分。みんな今思ってたのが結局でもこの格好です、まあ、結構いい年齢の人多かったんですよ。いや結構大人がやってんのよあれ。結構やっぱさすがにもう今ここでジャラジャラってジャックポットした時に、うん、よしなんてことやったらさすがにそれは恥ずかしいんじゃないか。しかもある程度顔が割れてるタレントが無でゲーセンでメダルゲームやったら心配になるぜ、うん、確かに。わ、終わってんなって終わってんのは失礼ですけど、いやなんかさすがに他にやることあるだろうみたいな。そう、心配になっちゃうの。ゲーセンちょっとそうだな。ゲーセンだ。ゲーセン楽しみ方楽しみ。新しいアップデートしたいですね。そう、ちゃんと知らなきゃな、はい。うん、チャンネル登録、メンバーシップ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。